皆さんこんにちは、はじがです。今母が通っているスポーツクラブに来てまして、ちょっと母が終わって出てくるまで時間があるので、ここは勉強ブースのようなところなんですが、よく私使ってるんですけども、ちょっとここで時間があるので動画を撮っております。今日お話ししようと思った内容がストライキなんですが、前回にも電車の中からちょっとストライキのお話をお届けしたんですけれども、もうイギリスと今年明けで1月の初旬なんですが、全く解決する見込みがない状態で、私も本当だったら今日からロンドンに通うはずだったんですけれども、もう今日が1月の3日なんですが、1月の3、4、6、7でもほぼほぼ前半の1週間がストライキで、電車がおかしくなってます。どんな風に変化が出てるかっていうと、まず夕方ですね、6時以降ぐらいだったかな、電車がゼロになります。私の方のエリアに行く電車ですね。で、電車がゼロで、前半朝とかお昼間の本数もガクンと減って、多分半分以下ですね。なので、朝は通常通りの電車はないですし、で、電車の運賃も本来であればピークタイムで、33ポンド、オフピークの時間で、19.4ポンドだったかな、でチケットで 19.4 まで私は行けるはずなんですが、もうその時間帯の電車だと全然ないということで、なのでもし私が今日ロンドンに行っていたら33ポンド払わなきゃいけなくて、さらに一番最終だとしても5時台には電車には乗らなきゃいけないっていうことで、もう全然何もできない状態になってしまうので、今日はロンドン行くのをやめました。で、一応水曜日は5日水曜日だけは今週一応通常の運行ってことなんで、5日は行こうと思ってるんですが、それ以外はもう帰れなくなっちゃう可能性があるので、なのでちょっとロンドンには行かずに、この地元のメデヘッドのエリアにいようと思っています。ということで、私もそうですし、あと本当にたくさんの方々が電車を使って通勤をされてるはずなんで、本当にどうなるんだろうって感じですね。で、じゃあそれ以外の業界はどうなってるのかってところなんですが、もう昨年からストライキっていっぱい起きてるんですが、例えば看護師さんのストライキもまだまだ続いてますし、あと学校の先生、教師ですね、その学校の先生がストライキをやることで生徒が学校に行けなくなるとか、あとは郵便職員ですね。で、郵便配達の人がストライキを起こすことで郵便が届かなくなります。で、あとはバスの運転手さんだったり、ゴミ収集の作業員の方々のストライキっていうのもありまして、そうするとゴミの回収が滞ってしまって、本当に街がゴミだらけになってしまうと。で、あとは鉄道の作業員さんのストライキもあったり、あとお医者さんですね。で、あと航空作業員とか公務員とか、あとは地方自治体、あと法廷の弁護士さんのストライキなんかもあったりするということで、なんだか本当にすごいことになってます。で、じゃあなんでストライキをやるのかっていうところなんですが、これはBBC のところからのニュースをちょっと引っ張ってきてるんですけれども、やっぱり物価高騰がずっと続いているので、なので生活費が上がってしまうということで、お給料を上げてくれっていうことでのストライキですね。あとは労働環境をもうちょっと改善してほしいっていうことでやる方々もいらっしゃると。で、どんな形でやっていくのかっていうところなんですが、多くの業界で労働者は労働組合に入ってます。で、その労働組合が労働者を代表して、でストライキを起こすと。で、そのストライキは、企業に所属してる労働組合だったら企業を相手に給料を上げてくれ、労働環境を変えてなんとかしてくれってことでストライキを起こすと。で、公務員で
政府がお金を払っている、例えば、看護師さんとかお医者さんとかね、日本だと違いますが、イギリスだとそんな形で、政府がお金を払っているという形なんですけども、そうするとその看護師さんとかね の労働組合は政府に対して、お給料を上げてほしい、労働環境をなんとかしてほしいということでストライキを起こすと。で、どうやって解決をしていくんだろうというところなんですが、最終的にお給料を上げるのか、何かその中間のねお互いの解決できるちょうど真ん中ぐらいで何とかね収まっていくのかわからないんですが、なかなか厳しそうですよね。でその企業側の野党側の立場としての見解ということで記事が出てるんですが、経済の方がうまくいってないとなると、給料を上げたくてもお給料を上げることができないってことで、やっぱりどうにもなりませんっていうことでね、ことを言ってるところが結構あります。政府も厳しいでしょうね。今首相、イギリスの首相はリシ・ド・スナクさんって方なんですが、スナクさんもなかなか厳しいタイミングで首相になられて、でどうしていくんだろうっていうところですよね。ちなみにイギリスの賃金の水準なんですが、これを見る限り私は日本と比べたらやっぱりかなりお給料いいなって思いながら拝見してたんですけれども、例えばこれはイギリス の統計局の情報になるんですけれども、鉄道作業員の平均年収というと43,000ポンド、約710万円だそうです。でその中で最も高級なのは鉄道の運転士さんで、平均59,000ポンド、約980万円だそうです。これが平均ってすごいですよね。で客室乗務員さんは平均33,000ポンド、約546万円だそうです。で今度看護師さんですね。で看護師さんについては年収のは平均で27,000ポンド、約447万円から910万円だそうです。学校の公立の先生、学校の先生の平均はどのぐらいかというと38,982ポンド、約645万円だそうです。ちなみに校長先生だと、イングランドで、74,095ポンド、約1230万円だそうです。で他の先生の平均は大体57,117ポンド、945万円だそうです。なので私はやっぱり日本の感覚でこの数字を見るので、なんかそんな悪くないんじゃないかなって思ってね見てるんですけれども、イギリスの方々にとってはストライキを起こさなければならないぐらい、厳しい数字ということみたいですね。イギリス国民はじゃあストライキを支持しているのかっていうところなんですけども、この BBC の記事によると、全面的に支持する人は 60%、 反対する人は 33% って書いてるんですが、私が実際に今私の周りの方々に聞いた感じだと誰も支持してないです。なのでもしかしたらちょっと情報操作がされてるのかなと思いながら、ちょっとこの BBC のニュースを見てるんですけれども、で実際にそのストライキに関わるというか、ストライキをする側の方でちょっと知り合いもいるんですが、聞いた感じだと全然支持してないです。その労働組合がストライキを起こすんですけれども、労働組合はその労働者の代表とは言っても、その労働組合に所属している労働者でストライキしたくありませんっていう人もいるんだなっていうことは実感しました。なので労働組合の方々が労働組合が起こしてはいるけれども、実際にそこに所属している労働者皆さんがそれに賛成しているわけではなく、やっぱり生活が不便になっちゃうので、
とは、まあ、迷惑をかけてしまうっていうところで、そんなそこまでやらなくてもいいんじゃないかって思ってる方も結構いると。あ、でももちろんその賛成してる人ももちろんたくさんいて、で、まあ、労働組合が起こす労働ストライキを起こすっていうことは、その間仕事ができなくなる、まあ、ぶっちゃけ仕事しなくても良くなるというかね、ということで、あのお金はもらえるけれどもお休みが増えるというふうに思って、まあ、喜んでる人も結構いるのかもしれないなとか思ったりしながらニュースを見ています。状況が変わってきましたら、あのリアルなイギリス情報をこうしてお届けできればと思っております。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルが面白いなとか、あの応援をしたいなと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。